京女。京女、京女、女は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての浄土新宗の僧。東本願寺、第十二代保守。年齢は、数江戸日付は、文献との整合を保つため、いずれも、旧歴、鮮明歴表示を用いる、生没年月日を除く。a 禄元年9月16日、1558年10月27日。 賢女の長男として誕生。A63 年、1570年2月、父、賢女のもと13歳で得度。元気元年9月12日、1570年10月11日、織田信長との間で、石山合戦が始まる。父、賢女を助けて信長と徹底交戦する。元気2年、1571年6月、 朝倉義景の娘である三遺伝と婚約。天正八年、1580年3月、賢女は、大木町天皇の直子、この江崎久の仲介による講話を受け入れ、石山本願寺から、木の国詐欺森、和歌山県和歌山市へ退去する。しかし賢女は徹底抗戦を主張する。そのため賢女は、剣女を偽絶する。その後も剣女は、石山本願寺に籠城する。 大阪公様が8月2日、この江崎久の説得に応じ、信長に石山本願寺を明け渡す。その直後に石山本願寺は、失火により炎上し怪人に返した。天正10年、1582年6月2日、本能寺の変が起こり、信長は暗殺された。残された文献、記録から、 美濃国軍上郡と越前国との国境付近にいて、越後の高田本勢寺に向かおうとしていたとの説がある。6月23日、御用勢天皇は権女に協女の社名を提案。6月27日、権女より議絶を社免される。社免後は、権女と共に重視、事務を補佐する。文禄元年、1592年11月24日。 権立の自弱に伴い本願寺を継承する。12月10日に協業中心として本願寺で葬儀、七条河原でダビが行われている。2日後の12日には秀吉は本願寺の継承を認める主印状を発行した。ところが本願寺の保守は後継者を指名する際には譲り状を作成する慣例となっていたが、 剣女の場合、それが作成されないまま、強女への継承が行われた。その後、石山合戦で牢状した強硬派を側近に置き、剣女と共に、詐欺森に退去した、恩賢派は徴用しなかったため、教団内に対立が起こる。文禄二年、1593年うるう九月、有馬温泉で西洋中の秀吉の下を教え、女の母である、女春に、剣女の性質が訪れ、 権女が、天正十五年十二月六一括刑で作成したとする、譲り状を提出した。そこには、強女ではなく弟の順序を後継に指名した、内容が記されていた。文禄二年、百九十三年うる九月十二日、豊臣秀吉は強女を大阪に呼び、下記の十一箇条を示した。恩賢派が秀吉に働きかけたと考えられる。つまり、 問題点、上記の1から8を挙げ、10年後に、弟の順序に、本願寺保守を譲る、胸の命が下される。強女は、秀吉の示した10年後に保守を順序に譲るという、案を受け入れる態度を示したが、このことを聞いた強硬派の傍観が、秀吉に異議を申し立てる。秀吉の怒りを買い、今すぐ退院せよとの命が下される。うるう9月16日。 順序に保守が継承することが決定し、強女は退院させられる。なお、上場秋雄は強女は、権女との和解後に千利休を介して、豊臣政権に接近していたが、天正19年、1591年12月に、利休が豊臣政権内の権力構想の中で失脚、自害したことで、反利休派の石田光成らが本願寺内の、反協助派幹部に対して、 保守の交代を求めたとする、石田三成黒幕説を唱えている、十一箇条の十一、に記された茶の湯とは利休関係者との関係を断つことを求めとされる。ただし、この説、三成が利休排斥の一環として、利休派の強業を排着する作動を行った説が成立するには、利休の切腹の背景に、三成らがいたとする説が成立する必要がある。 慶長三年五百九十八年八月十八日、秀吉没。慶長五年1六百年六月、京女は大津五坊を完成させて、戦物法要を行うと、突如、下屋国小山にいる徳川家康に会いに東国に向かっている。京女は、この際に石田三成の手の者の,の襲撃を受けたとされ、後に護衛に当たった美の国安八軍のモントラに対して、 感謝の礼状を送っている。関ヶ原の合戦後の9月20日、京女は家康を大津に迎えている。京女と家康の中介役は金森長近であったとされる。慶長七年、1602年、御用税天皇の直居を背景に、徳川家康より、京都七条ガラス丸に四丁四方の寺領が寄進され、七条堀川の本願寺の一角にある同社を、その地に移す。 慶長八年、1603年、上野国馬屋橋、群馬県前橋市の明安寺より、新蘭商人木像を迎え、東本願寺が分立する。一説によると、若き日に、三河一行一揆に苦しめられたことのある家康が、本願寺の勢力を弱体化させるために、強尿をそそのかして、本願寺を分立させたと言われているが、 明確にその意図が記された資料がないため断定はできない。現在の新州大屋派はこの時の経緯について、教女は保守を退院してからも、各地の門徒へ、名号本尊や消息、手紙の配布といった保守としての活動を続けており、本願寺教団は、関ヶ原の戦いよりも前から順序を保守とするグループと教女を保守とするグループに分裂していた。徳川家康の基は、 本願寺を分裂させるためというより、もともと分裂状態にあった本願寺教団の現状を追認したに過ぎないという見解を示している。東西本願寺の分立が後世に与えた影響については、戦国時代には大名に匹敵する勢力を誇った本願寺は分裂し、弱体化を余儀なくされたという見方も存在するが、前述の通り本願寺の武装解除も、権尿、 純情派と協女派の対立も、信長、秀吉存命の頃から始まっており、また、江戸時代に同一宗派内の本山と、脇門跡という関係だった西本願寺と高生寺が、自覚をめぐって、長らく対立して、幕府の介入を招いたことに鑑みれば、協女派が平和的に公然と独立を果たしたことは、むしろ両本願寺の胸まを安定させたとも言える。 慶長19年10月5日、1614年11月6日、57歳で自弱。分立後も昭和62年、1987年までは、東西共に本願寺が正式名称である。分立当初は、京女の本願寺を、新清本願寺、本願寺隠居、七条本願寺、新門と称し、順序の本願寺を、本願寺、 六条門関、本門と称した。後に京女の本願寺は、順序が継承した七条堀川の本願寺の東に位置するため、東本願寺と通称され、七条堀川の本願寺は、相対的に西本願寺と通称される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。